皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ、今日は僕はですね、オゾーポケットを車のね、車載ホルダーにつけて撮っています。今ね、僕の顔をフェイストラッキングにしてね、顔をね、追尾させてるんで、こんな風にね、動いてもしっかりと、顔をね、追尾してくれます。今ね、時間はね、もう夜の9時なんでね、ちょっと薄暗いというか、車内はね、結構暗い状態なんでね、うまくね、トラッキングできるか少し不安なんですが、まあやっていきましょう。ちょっとね、この状態でね、走らせてみます、車をね。オゾーポケットね、こういった車載のね、シーンを撮るときはね、本当にね、いいカメラなんじゃないかなと思っています。もう常時ね、カメラが僕の顔をね、こう追っかけて、くれますしね、ちょっとくらい動いてもね、しっかりとついてきてくれるんじゃないかなと思います。僕の画面全く見てないんで、ちょっとそれわかんないんですけどね。今ちょっと信号だから今見てみよう。なんとかね、このくらいの明るさがあればギリギリ映りますね。今ね、スマホにつけてるんでね、ちょっと位置が違うんですけどね。どうしてもね、カメラを車載に取り付けるためのあの吸盤のね、マウンターってあるじゃないですか。あれってね、もう1回セッティングすると、あの再調整するのがね、ちょっと難しいんですよね。走ってる間とかにちょっとずれたりとか、あとはこう最初のね、セットアップがちょっとおかしくてね、カメラの、ね、画角がおかしかったりすると、撮った後で気づきますから、そういう意味ではね、このオズモポケットはね、常時、調整してくれますからね。本当はね、昼間やればいいんですけどね、すいませんね、今日また時間の関係上ね、また夜にやってます。でもね、夜にやるっていうのもね、結構大事ですよね。こういう時間ではこんな風に撮れますよってことはね、見せることができるんで、朝と夜はね、それぞれ1回ずつ、やってもいいかなってね、僕は思ってます。で、前にも G7X Mark II でこの車載のタイムラプス動画って撮ったじゃないですか。で、あれってこう旅行のね、移動シーンで挟むとね、すごく見栄えが良くなるって話は、僕前にしたんですが、これはね、さらに良くなりますね。移動中、こういう風に僕がね、喋ってるところをね、全部カメラがね、自動で撮ってくれますからね。で、この後にさらにタイムラプスとかをね、合わせることで、なんかね、旅動画全体のボリュームがぐっとね、上がるんじゃないでしょうか。しかもオズモポケットね、スマートフォンの横にカチッとくっつけるだけでね、スマホを画面としてね、使うことができるんで、カメラ用の車載のホルダーと、あとスマートフォンをね、取り付けるため の, あのクリップ、あれがあるだけでね、もう車載カメラはこのオズモポケットはね、完璧ですよ。ちょっと画面見えてないから僕わかんないですけど、後でね、家帰ってこれ、ゆっくりね、確認します。さあ、ここからはカメラをフロントの方に向けて、風景とかをね、撮っていきます。いつもならタイムラプスなんですが、今回は普通にね、1080p の 30fps で撮っていきます。それじゃカメラを切り替えていきましょう。
さあいかがでしたか、オズモポケットの車載動画は。こうやってね自撮りをねしてるときは、またちょっとカメラがおかしいことに、そしてちょっとねカメラがねおかしなことになってましたが、ちょっとトラッキングはね失敗したみたいです。こんな風にね、自撮りをねしてるときには結構ねいい感じに撮ってくれるんですが、カメラを正面に向けて風景をね撮ってるときはねちょっとねカメラの位置がねずれたりしてましたね。本当はね正面を撮ってほしいのにちょっとこう横を向いたりしてね、その辺はね少し使いにくいと、僕は感じました。もちろんカメラのモードはパンフォローなんで上下はね固定してるはずなんですが、それでもねちょっとずつこう上の方に、ずれていったり、逆にね下の方にねまたずれてしまったりと、なんとなくねこう不安定なところはありますね。ただ出来上がった動画ねさすが三軸ジンバルだけあって、こうブレのね少ない映像でした。なので車内の自撮りのシーンはこの状態でもいいんですが、風景とかを撮りたいときはやはりね他のデジカメとかでタイムラプスで、撮った方が、僕はねいいと思います。ここまでこの動画を見ていただきありがとうございました。今後もですねオズモポケットの動画についてはいろいろ出しておきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。